そんなハリスはバラの花、惹かれた男に撃ち殺されて、真っ赤な花を一輪咲かせ、みんなにめでられ枯れてゆく。三番目アリスは幼い子、綺麗な姿で不思議の国、いろんな人おかしな国を作り上げた。そんなアリスは国の女王、秘密な夢に取り憑かれて、朽ちる体に怯えながら国の頂点に君臨する。森の小道をたどったり、バラの木の下でお茶会、星の影の招待状はハートのトラップ。四番目アリスは双子の子、好奇心から不思議の国、いろんな扉をくぐり抜けて、つづき合ってきたばかり。賢い弟、一番アリスに違ったけど、二人の夢は覚めないまま、不思議の国をさまよった。